はい、それでは、会見を始めます。まずですね、国民民主党の玉木雄一郎代表の発言について、であります。で、玉木雄一郎代表が、先週15日ですかね、連合との政策協定の中にある左右の全体主義について日本共産党のことだと、まあ、発言をされたわけです。で、この点については金曜日、田村智子政策委員長がこの会見の場でこれ事実無根であるということを表明をいたしました。まあ、もう繰り返す必要はないと思いますが、まあ、我が党は戦前から軍国主義とファシズムと戦い続けて、まあ、今も綱領に明記しているように民主主義と自由を何よりも大切にしている政党であり、まあ、全体主義とは対極にある政党であります。で、玉木氏はですね、この発言の一方で選挙戦術的な調整は否定しないというふうに述べたと聞いて報道されております。で、候補者の調整、まあ、その選挙戦術的であろうがなかろうが候補者調整するということもこれも選挙協力の一形態であると思いますが、まあ、そのことと日本共産党を全体主義として排除するとしたことは矛盾するのではないかなというふうに思います。まあ、したがって日本共産党を全体主義とした発言は撤回されるべきだと考えております。それが1点です。それからもう1点は紙でお配りしましたけれども、今日現地北海道小樽でも記者会見をやっているはずですが、衆議院北海道4区の予定候補者を発表いたします。松井真美子さん、女性、61歳、共産党の北海道委員、小樽地区委員会の副委員長でジェンダー平等委員会の責任者であります。で、そこにも書きましたように、これで小選挙区の候補者は124名と、で女性は37人、男性87人、平均年齢53歳ということになります。松井さんはですね、党の小樽地区委員会の女性副委員長です。でジェンダー平等委員会の責任者を務めておりまして、で若い人と一緒になってさまざまな企画を考えたり、まあ、街頭でトーク活動、あるいはその宣伝などもしている方であります。北海道4区の小選挙区の議席を自民党に渡すわけにはまいりません。我が党としては松井真美子さんを北海道4区の野党統一候補にするよう、各野党にも求めていきたいというふうに思っています。私からは以上です。この件でも他の件でもご質問あればどうぞ。はい、NHK の金沢です。すみません、冒頭であった玉木代表の発言ですけれども、だとするとその撤回がなければその選挙区調整、候補者調整などは行わないという考えなのか、そのあたりをお願いします。まあ、撤回をしていただくと、まあ、その対応を見守りたいというふうに思います。それまでは調整の協議には応じられないということでしょうか。まあ、調整の協議今しているわけではないですので、はい。はい、北海道新聞の田島です。はい、今冒頭発言ありました衆院選北海道4区の対応なんですけれども、はい、共同関係にある立憲民主党のですね、候補者の対応が定まらない中でのその候補者の擁立ということで、改めて狙いをお願いします。いや、狙いも何も我が党はどこの選挙区にも立候補をする権利はあるわけですから、まあ、当然そういう権利の行使として、で、まあ、今現時点では野党の候補者が、まあ、野党の公認の候補者はいないわけですから、まあ、我が党の候補者をここでは統一候補にすべきだということを求めていきたいと思います。はい、フジテレビの伊藤と申します。はい、昨夜行われた IOC のバッハ会長の会議会の迎賓館で行われて、増田総理など現地に出席をされました。で、まあ、会場の外で不要不急だとか抗議の声も上がっていましたが、どのように見られていますか。まあ、国民にはですね、家にいなさいと、不要不急の外出はしないでくださいということを言ってるわけですよね。で、たとえその場で飲食が
なかったとしても、これはやっぱり不要不急の最たるものになるのではないかなというふうに思います。やはり家にいなさいと、集まらないでくださいというふうに求めている中で、五輪の本当にこう中心的な、ね、幹部が集まって、会合を行うということ自体、率直に言って国民感情を逆なでする行為ではないかなというふうに思います。はい、五輪に関連してないんですけども、開会式で楽曲の担当をされている小山田圭吾氏、過去の雑誌のインタビューで、いじめの告白をしていたということで、共産党だと、そもそも開会式をどうだっていうあれじゃないかもしれないですけども、開会式は日本の文化をアピールするような場だと思いますが、そういう方が担当されるということについてはどのように感じでしょうか。このような人物の起用は直ちに撤回されるべきだというふうに考えます。これ問題になっているインタビュー、私も読みました。1994年のクイックジャパンから95年のロッキンオンジャパン、ひどい中身、率直に言って、障害のあるクラスメートに対する、もう言葉にちょっとできないようなおぞましい、陰惨な暴力行為が得意げに語られております。で、本人も人の道に反しているというふうにこのインタビューで言っている通りであります。はっきり言って読むに堪えない内容でありました。当時小山田氏は20代半ばでミュージシャンとして活躍する、分別のつく大人がですね、こういったことをとくとくと語っているということは、許されないのではないかなと。全国手をつなぐ育成会連合会、障害者団体ですが、7月18日の声明でね、あれだけ露悪的なインタビューが公表されているにもかかわらず、なぜ小山田氏自身がをいかなる差別も禁ずるとしている五輪憲章を掲げるオリンピック、そして障害者アスリートの祭典であるパラリンピックの楽曲提供を担当するにふさわしいと考えたのか、理解に苦しみますというふうに述べておりますが、もう全くその通りだと思います。五輪憲章、いかなる差別も禁ずるという五輪憲章に全く反する起用であると思います。しかも組織委員会がこの小山田圭吾なる人物をこう起用していることについて直前まで明らかにしていなかったことが、大変な混乱を今生んでいるんだと思います。その点でもやはり組織委員会の責任も問われるのではないかと思います。先ほどご質問にあったように、私どもとしてはもうこの開会式そのものも、もちろんオリンピックそのものも中止すべきだという立場ではありますが、やはりですね、このような人物をその起用すると、そして作曲した音楽が流れるということが、やっぱりこれはあってはならないことではないかなと。今日組織委員会は貢献が大きなものであるということを会見で言われたようですが、はっきり言ってマイナスの貢献が極めて大きいのではないかと。ワシントン・ポスト、ガーディアン、それから NBC までこの問題を報道するに至っておりますから、国際的にもこのまま放置しておけば大変な批判を浴びることになるのではないか。組織委員会は直ちに厳格な対応をするべきだと考えます。朝日新聞のですね、世論調査週末にありまして、内閣支持率が 31% と、他社も含めてですね、これまで最低というところが多いかと思います。この原因についてどう考えますか。もう原因はコロナ対応の、無為無策、右往左往、そして最近のこの、酒の提供に対する金融機関に圧力をかける、あるいは卸業者にこう売らないように迫るというですね、はっきり言って浮き足だった、法律の中身すら逸脱するような、許されない行為が重ねられてきた、撤回しましたけれども、やはり私は率直に言って、この政権にこの国を任せていいんだろうか、政権担当能力そのものがですね、大丈夫なのかと
いう、こう思いがね広がってきている。それがこういった形で、まあ、3割あるいは3割を切るような世論調査もありますが、支持率の低下になっているんだと思います。朝日の世論調査見てもコロナ対応を評価しないという方が 65%、 それから私朝日新聞の世論調査でもう五輪開会を目前にしてですね、反対が 55% で、しかも全世代で全年代で反対が多いということが報道されてましたけども、やはりですねこのオリンピックっていうのは、まあおそらく多くの国民は大変期待をし楽しみにしていたと思うんですが、それがあの開催直前になって、まあ、あの半分以上の国民が反対だと、でこれ安全安心の大会はできないという方がこれ 68%、 7割、それから共同通信の世論調査でもオリンピック・パラリンピックで感染拡大する不安、これはある程度ということも含めて 87% の方が、まあ、そういう不安を感じている。でもはや安全安心の五輪ではなくなったと、安全安心の五輪という前提条件は崩壊したということだと思います。あの今回の世論調査の結果、やはり菅政権のこの非常に行き詰まりが明確になってきているということと同時に、やはり私どもとしてはもう直前になってきてますけれども、これだけ国民がですね不安を訴えている五輪についてはやっぱり中止の決断をするべきだということを改めて申し上げたいというふうに思います。はい、今おっしゃっていただいたですね、例えば五輪であったりとかコロナ対策、野党は中止ないし延期も行きますし、コロナ対策についても対案を出しているんだと思います。でこれずっとトレンドなんですけど、支持率内閣支持率下がっても野党は上がらないというのがずっと続いている。でその野党が上がらない理由についてはどうですか。選挙になれば上がりますよ。まあ、やっぱりね、野党の主張がきちんと報道されてないということがあると思いますよ、僕ははっきり言って。やっぱりもっともっと野党がどういう、こう国会でのね、仕事をしているのか、どういう主張をしているのかということを、まあ、なんかマスコミのせいにするわけではないですけど、我々自身の努力ももっとしなきゃいけないというふうに思っていますが、やっぱりそういうことがもっと伝わっていけば、私は変わっていくというふうに思っております。まあ我々自身も努力をしていきたいと、まあ、ちょっとこんな努力で、一つ努力で言うと、これポスター作りまして、土曜日ちょっと町にこれを張りに出かけましたけど、居酒屋の火を消すなと、コロナ自粛には保証をと、西武酒場文化と、まあ、こんなポスターもちょっと作りまして、これ私渋谷でいろんなとこ行って貼らせていただきましたけど、大変好評でした。まあ、居酒屋さんというか飲食店だけではなくて、まあ、そこにお魚を卸している魚屋さんとかね、まあ、大変評判良かったんで、まあ、こういう努力をきちんとやっぱり野党の主張、これが伝わるような努力を我々としても全力を挙げたいなというふうに思います。それを貼りに行くときは知らなかったんですけど、もう一回貼ってください。貼る？どこで？いや、だから貼りに行ったわけですね。あ、貼りに行った、うん、で、私それを知らなかったんです。あ、いや個人で営業してますから。ですから共産党さんがいつも発信していることが大変嬉しいです。今度貼りに行くときぜひ教えてください。取材に行きます。京都でやるそうですから。あ、そうですか。京都、はい、あ、すみません、そのポスターのあることなんですけど、これって大体何枚ぐらい、こうこれはね、そんなにまあ割とピンポイントでお店とかその飲食店街とかに貼るっていうことで3万ぐらいだったと聞いてますが、ちょっと確かそのくらいだと思います。それとも支援者のところも、まあ、支援者のところも飛び込みのところも、まあ、かなりこのポスターは飛び込みのところでも、ああいいポスターですねっていう、お客さん喜ぶんじゃない、お客さんが喜んでくれるポスターですねっていうような反応もありました。火でいいんでしたっけ？火を消さない明かりじゃん、火でしたっけ？居酒屋の火でいいんですか？明かりじゃん、火。まあどう読むかはちょっと読むか明かりと読むのがいいのではないでしょうか。まあ火を消すならいいと思います。灯火でもいいかもしれません。まあいろんな読み方ができると。
はい、あ、いいですか。毎日新聞佐藤です、はい、冒頭 の玉木氏の発言についてなんですけれども、はい、先日の田村さんの会見の場では抗議については今後の経緯を見ていきたいというようなご発言をされていらっしゃるんですが、今日は小池さんが撤回すべきだというふうに踏み込んでおっしゃられたのは、何かこの間で事情変わられた部分があるんでしょうか。いや、金曜日の田村政策委員長の会見の中身も、これは事実無根の発言だと言ってるのは、これは抗議です。抗議です。田村さんは優しいので抗議という言葉を使わなかったのかもしれませんが、もう事実上の抗議です。変わりありません。はい。はい、NHK の金沢です。すみません、五輪の関係でなんですけれども、大会関係者やメディア関係者に陽性者が相次いで出ていて、選手村でもですね、陽性の確認がなされました。この現状についての受け止めをお願いします。私もこれは参議院の決算委員会でも質問したんですね。でバブル方式だから大丈夫だと、要するに出国時に2回 PCR 検査をやって陰性であるという確認をすると、で入国時にも検査をすると、だからその入ってくる余地はないんだと、でバブルで囲むんだと、だからそこから外に出る可能性もないんだということをですね、散々あの時も説明したわけですよ。でそんなことないんじゃないかと、でな入国時にやる検査は PCR 検査ではなくて抗原検査ですから、見落としの可能性もあるんじゃないかと。それから、PCR 検査を本国で出国前にやっても時間のタイムラグでその後感染することだってあるでしょうと、それからバブル方式といっても、そのバブルを担っているその日本人スタッフはバブルの外と中を行き来するわけですから、それを通じて感染する可能性あるでしょうというような問題点は指摘はしてましたけども、まさに指摘された通りの事態になりつつあるのではないかなと。だからやっぱりそのバブルの中にこう感染が広がっていく危険性、今の状況を見るともう選手村で感染者が複数出てきているわけですよね。それからそれ以外のところに出ていくって、バブルにはもう穴が開いて、大会関係者あるいはマスメディアの関係者がかなり自由に出入りをしているということが、この間テレビなんかでも実際の実例としてたくさん報道されているではないですか。だから、バブルで、覆うから安全だという説明も、でその中に入ってくる選手もきちんと検査するから、コロナの感染を持ち込まないといった説明も、全部事実で、その誤りが、不十分さが証明されつつあるのではないかなというふうに思います。コロナの問題について言うと、オリンピックを開くということで、やはりそのこと自体が、国内での人の流れ、いわゆる人流を大きく動かすことによって国内での感染加速するっていう問題が最大の問題だと言われてましたけども、それだけではなくて、やはりオリンピックの中での感染が広がる、外から外国から持ち込まれて感染広がっていくという危険もね、これもまた大きな問題として浮上してきているのではないかなと、そういう点でやはり多くの国民が感染拡大する不安を感じているんだろうというふうに思いますし、今日も700人超える東京での新規感染者ということが報道されておりますので、非常に深刻な事態になってきているのではないかなというふうに思います。はい、フリーの国会です。各党の支持率のことで、要するにそれから発信力のことということを言いました。共産党さんが、月曜日には、小池氏を強制、それから木曜日には支持、それから金曜日で田村さんの会見が、国田さんがとてもありがとうございます。有党であるかどうかは知りませんけど、立憲の方は正直言って支持率が上がらないというのは、我々が前から言ってるんですけど、枝野さんね、もっと会見をやってくると言うんですけども、月に1回しかやりません。もう何回も言ってます。で、幹事長は常任幹事会があるときに、結果的に月に2回なんですけど、それじゃとにかく発信がないと。だけど各々いろんなところで、つかさでやっているからいいんじゃないかというんですけど、これについてどう思いますか。これが第一の質問です。はい。
第1って全部まとめて言って、あとは何ですか。第2の質問はですね、この、北海道4区の松井さんのことですけども、はい、これははっきり言ってリーダーシップを取れない江田さんが本田平直で大失敗したわけですよね。それができてから、松井さんを立てるということに決めたんでしょうか。来週の、月曜日には本田平直さんの、倫理委員会での決定が出て、でその終わったら、本田さんは会見をすると言ってるんですけども、まあ、このか、間には会見をするしないということがあったり、それからまた西村智奈美さんがですね、奥さんである西村さんがですね、非常にくだらない嘆願書を出しまして、それに対してあのフラワーデモの人たちをですね、傷つけるようなことを言ってますけども、そういったことが分かってから、この松井さんを発表したんでしょうか。はい、2つありました。1つは、立憲民主党の会見のあり方については、私は日本共産党の書記局長ですので、立憲民主党の役員ではないので、立憲民主党の会見で聞いてください。私が答える立場にはありません。それから2点目 その北海道4区の候補者の今回の擁立にあたって、立憲民主党がどういう議論をされているのか全く関係ありません。私ども独自の判断として、ずっとこう擁立の相談も進めておりましたし、でそれを今日発表するという経過であります。本田さんの発言の前からいろいろ擁立するという考えはあったということですね。本田さんの発表って何ですか。あ、その立民との関係のなんかその権利停止とか何とかそういう話。非常にひどい発言です。あ、それはその後ですよね。うん、それはその後ですよ。はい、はい。冒頭の、全体主義の話でもう一個聞きたいんですけれども、田中さんが言ったということはちょっと置いておいてですね、連合が、これまで左右の全体主義を廃止っていう表現を共産党を念頭に使っていたのは事実だと思うんです。で今回同じ文書のものを立憲民主党も協定を結んでいる。でその連合が使っている共産党の連合で使っている言葉が盛り込まれた協定を結んでいる立憲民主党と今後その選挙協力を今まで通り進めていくのは日本共産党としてはそれは是か非か今の時点でどういう考えでしょうか。まあ、左右の全体主義を廃するという言葉については今お話しあったように、まあ、日本共産党を排除するという文脈の中で歴史的には労働組合運動の中では使われてきたという経過はあることは承知をしております。ただそれを何を想定してものを言っているかはいろいろだと思いますし、まあ、枝野氏は日本共産党を想定したものではないというふうに言ってますし、でその連合の神津会長もその枝野氏の解釈も含めていろんな解釈があり得るというふうにおっしゃってますから、という理解で私はおります。フランスでの及川と申します。玉木雄一郎代表に私は共産党発言を聞いたときに率直に申し上げたのが、都議選というのは旧民主党系が強かった、そこなのに共産党は19議席、立憲は15議席、国民に至ってはゼロで、しかも1万票すら取れない4人の候補だったと。どちらが都民に支持されたのかは明らかだということを申し上げて、それで共産党に対して物言うのは失礼ではないかと率直に申し上げました。支持されていない国民民主党からですね、全体主義だというようなことを言われることについてはどうお考えでしょうか。いや、別にその政党が支持されているか支持されていないかというのは我々の判断基準ではありません。はい、もうどんな政党であれ同じように考えていきたいというふうに思います。よろしいですか。もう、じゃあ最後、今日の毎日の山田さんの風刺等ですけども、つまり共産党はすごいということを書かれています。つまり立憲を九州合併するようなことを言っているわけです。要するに日差しを貸して母屋ということです。
国田先生いかがでしょうか。それは国田さんの会見で聞いてください。はい、じゃあよろしいですか。じゃあ終わります。